こんにちは。もうこんばんはになるとこです。身の程配信、無責任 YouTuber、ゆほチャンネルのゆほです。令和5年12月23日土曜日、5時になろうとしているところです。実は先ほど一度ライブをしたんですけど、歌をカラオケに合わせて、歌ったんですが、別タグでカラオケを YouTube のとこを開いて歌ったら、ハウリングをしてて、うまく聞こえてなかったので、撮り直しで、テイク2で始めました。リハーサルができてるので、いつもよりは、まとまった話ができるんではないかとは思うんですけど、しなくてもいい話で、どうでもいい話なんですけど、今日の俳句ですね。万両の身に雪積んでめでたけれ。西池東仙さんっていう方の俳句ですが、万両の実はうちの庭にも多分鳥が飛んできて落としていった実からどんどん増えたと思いますが、すごいいっぱいあります。で、昨日彦根の教会の、会長さんの息子さんの、後継者の若さんの結婚披露宴がありまして、結婚式はもう12月2日に、天理の方でされて、昨日は月並み祭の終わった後にあったので、私も行って帰ってきたとこなんですが、ですね、雪がもう、寒波が来ているということで、すごく心配 しまして、出かけて行ったわけですね。雪だけじゃなくて、このメガネのここのつるの金具が取れてしまって、応急処置でまだ治ってないんですけど、そんなことがあって、出かけにそういう風だったので、それもあって、雪もあって、すごく心配して、行くなってことかっていう感じになって、行くのやめようかとも思ったんですけど、行きましたら、とてもいいお天気で雪は全然なくて、やっぱり北陸の方に、雲があって、あちらの方は大変なんだろうなというのは分かりましたが、関ヶ原も全然いつも雪の多い場所がですけれどもなくて、スムーズでした。行って、もう月並み祭はいつもより早く終わって、講話もなかったらしくて、私が行った時には終わってて、玄関先にちょうどその新郎新婦の方がおられたので、おめでとうございますっていう、挨拶をして入ってきましたけど、で、その披露宴の準備を手伝ったりして、1時からだったんですが、もう12時ぐらいにはみんな準備終わって、席に、神殿でやったんですけど、会場が神殿で、まだ1時間もあるっていうふうに話をしながら座ってましたけど、あっという間に時間が経って、式が始まったら本当に、スムーズっていうかな、もう本当に一気に盛り上がった感じで。彦根の教会は部内が17ぐらいの教会がありまして、彦根近辺、滋賀県ですね、それから岐阜で、新潟の方にもありますし、名古屋、愛知の方にもあります。
そんな感じで、たくさん、教会の会長さんたちが来ておられるんですけど、ゲータ社の人が多くて、踊りとかもありましたし、安来節だったかな。バイオリン弾いた女の子もいましたね。から、新潟の会長さんが、寸劇っていうのかな、奥さんとお二人で、面白いことをして、他の会長さんたちも巻き込んで、目星を含んで、口に加えて、噛んで、味わって、その種を奥さんの口移しで渡すっていうやつを他の会長さんに目指して、夫婦に、から、当の新郎新婦にもさせてっていう ことを、大盛り上がりでしたけど。で、新郎新婦の方は、息子さん、ご夫婦は、付き合って1年ぐらいの方、ことだそうですけど、お嫁さんは、大阪の方みたいです。大変明るくて、美しくて、現代的な、お嬢さんでしたけど、で、新郎の方も、若さんの方も目がキラキラしたイケメンですが、最後の挨拶の時に、彼女のその明るいところ、笑顔がすごく素敵で、この笑顔を絶やさないような家庭を作りたいっていうことを言われてまして、奥さんの方は、旦那さんを幸せにしたいっていうことを 言われて、私たち世代の、会長さんたちは、そんなことを言ってもらった覚えは全くないっていうことで、本当驚きました。私も今の時代だなということを思いましたが、そういう素敵なご家族でした。引き出物に、こういうお酒と、ビールはもう飲んじゃったんですけど、お菓子とか、から、これはチョコレートみたいです。飴かな？なんかおかしい。マシュマロか。飴だな。これは明日の、クリスマスで明日イブですので、神さんにプレゼントをしようと思っています。で、この命の歌っていうのを最後に合唱したんですけど、竹内まりやさんの歌ですね。これをさっき歌ってハウリングしちゃったんですけど、この歌は、私の俳句の仲間で、岡ふみ俳優クラブの中島ねぎおさんがだいぶ前に、毎年なんか自分のその1年聴いた曲の中かな、気に入った曲をセレクトして CD を作られていた、いるみたいなんですが、その時の、送ってもらったことがあって、それで初めて聞いたんですけど、マナカナの曲。これは竹内まりやさんの曲ですけど、マナカナが歌ってるバージョンのやつを聞いて、すごくいい曲だなと思いまして。それからずっと好きだったんですけど、彦根の会長さんに一度 LINE で送ったことがあって、シェアして。そしたらこうグッと来てたので、会長さんもおそらくずっと好きだったんだと思います。それでこれを選ばれたんだと思うんですけど。昨日の披露宴は全部会長さん一人が準備から何からセッティング、されたみたいで、とてもいい、披露宴でしたけど、私と会長さんっていうのは年が近くて、会長さんの方が一個下ですけど、たまたま私がな
原宿の大学へ行くのに東京へ1年行ったことがあって、大田区の彦根東文教会ってところで下宿させてもらった時に、課長さんはもう早稲田に行っておられて2部ですけど、すでに下宿されてたんですね。そこで1年、私は1年だったんで、一つ屋根の下で、暮らしたっていうご縁があったんですけど、その時からもう、なんていうか、魂の徳の違いっていうやつですね。私の方は田舎から出てきたばかりの、背も小さい、ひょろひょろの、自信もない感じでしたけど、向こう、課長さんはもうすごくでかくて、お得いっぱいで、本当に本当に輝いて見えたんですよ、若い時。でもね、なんでこんな同じ人間なのにこんな違うんだろうと思ったのを覚えてますけど、それ、やっぱりそういうことだろうなという、それがずっと思ってましたけど、昨日の披露宴でもそう思いました。私は本当に先暗示が強くて、昨日のその行く道中のことでも、三重の自教会の会長さんに神様にもたれきらなあかんよ、足立くんって言われましたけど、本当にそうだと思います。そんなことで、この歌を歌わせてもらいますね。これを YouTube で、このスマホでちょっと、時間長くなるかもしれません。生きてゆくことの意味、問いかけるそのたびに、胸をよぎる愛しい人々の温かさ、この星の片隅で巡り会えた奇跡は、どんな宝石よりも大切な宝物。泣きたい日もある。絶望に嘆く日も、そんな時そばにいて寄り添うあなたの影、二人で歌えば懐かしく蘇る、ふるさとの夕焼けの優しいあのぬくもり、本当に大事なものは隠れて見えない。ささやかすぎる日々の中にかけがえない喜びがある。
いつかは誰でもこの星にさよならをする時が来るけれど、命は継がれてゆく。生まれてきたこと、育ててもらえたこと、出会ったこと、笑ったこと、そのすべてにありがとう。この命にありがとう。お恥ずかしい、お見苦しい歌を、お耳汚しの歌でした、さっきより上手に言えるかと思ったんですけど、やっぱりまとまりのない話になってしまいまして、ですね、まあ、やっぱり今日の自分の持ってる心の誇りですね、心遣いの誇り、誇りの心とか癖性分っていうのは、なかなかその直そうと思って直るもんではないんですけど、でも、そうやって少しずつでも直そうとする日々の中で、そういう虚しい、努力ですね努力っていうのは虚しいもんなんですけれども、それを諦めないで続けることで、まあこのこれはバイトで使ってる懐中電灯、やっぱりこの接触が悪くて、ここの、メガネのつる、明日直しに行こうと思ってますけど、買いに、買った方が早いって言われると思いますが、そんな風で、その、ちょっとしたアクシデントとか、トラブルとか、そういうものがあると、前の自分はもう本当に、もうそこで動けなかったんですけど、それを、今、こう乗り越えて、そこまで行って、まあ、そんな大したことではないにしても、まあ、自分なりの務めをできるようになったっていうことは、本当にありがたいなと思ってます。で、それを、まあ、親とか、周りの方から受けたご恩を、だその、子供とか孫に伝えていけるような、そういうふうな、生き方をこれからもしていきたいなとは思っておりますけれども、自分はまだいっぱい欠点もありますし、そういうものを抱えながらも、その、いろんな可能性を表現して いけたらいいなというふうに思っています。その表現のことで、これも最後に、前描いてた絵が、これ割とこう、最近の絵にしては、自分では成功したんじゃないかと思っているんですけど、今年の最後にこれを、これはもうだいぶ前に描いた絵なんですけど、何が描いたかちょっとわかりませんけど、これを大型のやつですけど、
そんな感じで、言ってどうなるってことではないんですけど、言うとその、こうやってね、言ったもん勝ちってとこがだんだんできてくるので、そういう風で、私自分のことばかり言ってますけど、自分のことをばかり思ってる人ほど落ち込みがひどいっていうのをさっきちらっとどっかで読みまして、思ったんですけど、それは本当にそうだろうと思うんですけど、落ち込みが悪いっていうふうに思えばそうなんですけど、落ち込んだと先にそこから立ち上がっていけばいいので、そう思えばやっぱり自分しか思えないし見えないし、人のことを思ったりするよりは自分の欠点とかそういうのを見たり直そうとした方がいいんではないかと、そういうふうに思っています。明日はクリスマスイブ、クリぼっちの人もいるだろうし、おめでたくもなんともないっていう人はいるだろうと思いますけれども、どうせ楽しむんだったら楽しんだ方がいいと思いますので、Have a nice day, goodbye. ゆほチャンネルでした。さっきより長くなってしまいました。失礼します。おやすみなさい。